大好きユッサだよ。コナミのゲーム局配信のガイドラインが公開されたので、オープニング思いっきりパワプロしてみました。歌ってるのはシルビだから、音外れとか許してね。別撮りなので手動で合わせたのでいまいちだったかな。歌でどの時代のパワプロか分かったらもう2ですよ。そう、2018だったりする。ついでにサムネで思いっきり釣りたいなと思いつつ、なかなかそんな小細工できないね。今日はパワプロの話をしたいと思います。最近ではスイッチ版と PS4 版が出てるんだけど、買うとしたらやっぱスイッチ版ということになるんだけど、まだ購入はしてません。前作や前々作のスイッチ版はパッケージ版やダウンロード版で購入したんだけど、あまりやってない。というのもスイッチ版はネットでの選手交換や大会など、現行多機種や昔の任天堂では当たり前にできたことができないに尽きる。選手作っても自己満足でしかないんだよね。昔は任天堂ももう少しは良かったんだけどね。まあ一時期コナミと仲違いだか知らないけど、パワプロ、パワポケを完全に出さなかった時代があるから仕方ないけど、あまりにも任天堂さん固くなすぎますよ。せっかくいいハードなのにもったいない。キューブのパワプロは未だ傑作ですからね。まあそんなこんなで、最近はビータ版パワプロ2018をせっせとやっています。名称甲子園とか非常に面白いですよね。オンライン要素は現在では遊べないけど、それはそれでオフラインでも遊べるようにアップデートしてくれています。まあガチャチケットは1シナリオクリアするごとに1つしかくれないけど、レア確定なので全くバランスが悪いってほどではないかな。しかしシナリオはすごく面白い。ガチャで選手をゲットする仕様上、強いチームを育てるには最初はきついけど、おなじみのサクセスの選手を監督になって自由に育てるのは思った以上に楽しいです。新入学の選手も固定以外に好きな選手を選べますし、サクセスなどにはない魅力ですけど、今更4年前のパワプロ持ち出してもなぁと思ってます。コナミが今まで基本的にパワプロ配信はできない事情から舵を切ってガイドラインを設けて配信できるようになったですが、最新の2022だけのようだけど、でもそれでもパワプロを配信できるのは大きな一歩ですよ。今までうちらみたいな弱小配信は無視されてきましたからね。企業 YouTuber には配信許可を出してたみたいだけどね。気になるのは大会とかは禁止されていることかな。ゲーム実況は許可されても大会はダメ。パワプロといえば個人サイトによるサクセス選手持ち寄っての大会は楽しいですからね。それができないのは中途半端かなとも思う。後々パワプロ2022は購入するとして、どういった動画にしようか考えてます。今日はこのくらいにしておくけど、どういったことが動画として面白くなるのか考えちゃいますね。せっかくパワプロ配信解禁したんだから楽しみたいね。じゃ、またね。